エドワルド・スキアフィーの、エドワルド・スキアフィー、no. ナンバーワン858年3月20日から1935年5月1日は、アルゼンチンの画家、ジャーナリスト、著作家である、アルゼンチン国立美術館の初代館長になった、ブエノスアイレスで生まれた、18歳になった時、美術振興協会を創立したメンバーたちと、イタリア出身の画家、ジュゼッペ・アグイアーリから絵を学んだ。 ヨーロッパに渡り1883年の末から数ヶ月ベネツィアで学んだ。1884年からアルゼンチンの新聞の特派員となってヨーロッパからジグザグのペンネームで様々な記事を送るようになった。1885年から1891年の間はパリでラファエル・コランやピエール・ピュビス・ド・シャバンヌに学び、新しい美術の動向に触れた。 アルゼンチンに帰国すると1891年に、不著名な文学者のルベンダリオやレオポルドル・ゴネスも参加した、ブエノスアイレスの知識人、グループ、エル・アテネオでブエノスアイレスの設立メンバーとなった。政府に美術への講演を求める運動をし、1895年にアルゼンチン国立美術館が設立され、初代館長となり、1910年まで館長を務め、 コレクションの充実などに貢献した。官庁退任後は1934年まで政府の外交官の仕事をした。1933年に出版されたアルゼンチンの絵画と彫刻などの多くの著作もある。ありがとうございます。